はい、ライフナビゲーターの桑田和子です。今日も少しフリーライブしていこうと思います。昨日は参院選でしたね。参議院議員選挙、皆さん行かれました？私は、何回かこうライブでもお話ししてるんですけど、すごくたくさんたくさんいろんな候補者の方の動画見たりとか、あとは実際に演説も結構聞きに行ったんですよね、行けるのは。で、もともと応援している人もそうですし、ちょっとこう反対候補というか、よく自分でこう読んでいても理解できないなっていう人のも聞きに行ったりしていました。でですね、昨日の昨日ちょっとここで少しだけライブしたんですけど、この後、開票のやつをいろんな動画サイトでライブ配信してるのをいろいろ見ますって言って、今から飲みながら見ますって言ってたんですけど、その通り飲みながら見てですね、結構夜中まで見て、で、今回ね、私はですね、地方区、ちょっと言い方がわからない、大阪地域にの候補者の人は割と早めにもう決めてたんですね。でもこの人にしようって決めてたんですけど、比例代表の方がすごく迷っていて、直前まで迷っていて、どの人がいいかなって。比例代表はこう政党とかよりもその人、この人に6年間頑張ってもらおうって思える人、考え方が似ていたりとか、この政策をすごいこう一生懸命やってくれそうな人っていうことで選びたいなと思ってたんですね。で、そうやって見ていくと、3人ぐらい、最終的に3人ぐらいになったんですけど、党も違う人だったりとかして、で、どうしようかなってすごい迷って、で、迷って、でもこの人はこういうところの組織票が入りそうだなとか、この人はなんとなくこういうところから集まるんじゃないかなとかっていうような感じで、ちょっと苦戦するかもしれないぞっていう人に投票したんですね。で、そうですね。で、開票結果をこう昨日見てたんですけど、その地方区の方の人は、地方区、ちょっと言い方が間違ってたらごめんなさい。割と早めに決まったんですけど、その比例代表に入れた方がなかなか決まらなくて、結局今朝も早く起きてまたライブやってるの見たりとかして、すごいドキドキしておりました。はい。で、そうですね、全体的に見て今回やっぱりあれですよね、すごいネットの力が大きいっていうか、特に比例代表とかそうですよね、全国から投票できるわけじゃないですか。で、今まではその昔、6年前とか昔はネットもあったけれども、やっぱり候補者さんがすごく足を全国飛び回ったりとか、あるいは大手メディアですね、大手メディアに出たりとか、あとはホームページだったりとか、そういうのを使ったりとかしてやってらしたみたいなんですね。で、ちょっと待ってくださいね、コメントを読みたいんですけど、コメントが、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。そう、それがですね、今回はそれがやっぱりもっともっと、動画、ライブ配信とかね、いろんなもの、 YouTube とか、Twitter とか、そういうニコ生とか、いろんな SNS とかね、そういう動画配信を使ってやっていかれた人がすごく伸びていたなって思いますね。今日になって知ったんですけど、私全然それまで知らなくて、山田太郎さんっていう自民党から比例代表で出ていた方がですね、山本太郎さんってすごい有名じゃないですか。で、似た名前の人がいるなぐらいの感じでしか思ってなかったんですけど、こうネットのニュースを見ていたら、53万票で結構割と上位の方で、2位だったかな、自民党の2位だったかなんかで当選されたとかって出てて、何者なんだろうと思って、いろいろ調べたんですよね。検索したりとか、動画見ていったりとか、その方のツイッターずっとこう遡って見ていったりとかしたら、なんか
私は戦闘力が53万ですみたいな。で、まあ、表現の自由とかね、そういうアニメとか漫画とかそういうものの、まあ、作者さんとかの表現の自由、あと二次創作ですよね。アニメのキャラを使って二次創作するとかっていうところの、なんかそういうのに規制がかからないように、まあ、表現の自由っていうのを訴えて、そういうアニメファンとかそういう人たちの応援ですごくこう拡散されたりとかして、で53万票を目指すっていうふうに言われてたらしいんですけど、前回の時、自民党じゃなくて別のところから26万票ぐらいだったかな、取られ票があったんだけど落選したそうなんですね。で今回は自民党からっていうこと で、なんで53万票かというとですね、前回その自民党の比例代表でトップだった人が52万票だったらしいんですね。で53万票だから、その上にトップ当選をしたいっていうことでなんか言われて、まあ、たみたいなんですけど、でなんで自民党に、まあ、それまで違うところでやっていたのに、だから野党側でいたのになんで自民党で出たのかっていうのが、結局その与党側に立ってなんていうのかな、こう出てきた法案に対してこうそれはこうだこうだこうだみたいなこう攻撃というか反論とかしていてもなかなかうまく進まないから、もっと中に入り込んで一緒に政策、政策というか法案を考えるとか、その考える手前のところのなんか委員会とかそういうところでなんかこうなんていうのかな、根回しじゃないですけど、そういうふうにやっていってやった方がいいんじゃないかっていうふうに考えて自民党に入って、でもただ入ってこう下の方で当選しても力がないじゃないですか。だからすごくたくさんの票を持って入ったら、当選したらそこの中で発言力を持てるっていうことで、まあ、そういう戦略でですねされたみたいなんですね。で戦闘力53万って言って本当に53万何千票かで当選されてて、その数もすごいなってめっちゃ思いましたね。でその方全然私知らなかったんで、今日今さらその動画見たりとかして、演説されてる動画とか見たらすごい良かったですね。そのなんていうの、ネット系じゃない、オタク系の人たちだけじゃなくって、花粉症のこととか、あと虐待されている子どもたちのこととか、まあ、いろんな政策を出されていて、それについても一つ一つこれはこうだからこういうふうにしていったらいいってすごい現実的に考えられてて、いやこの人は本当にこう現実的にこれをやるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えて戦略を立てて、その政策を通していって法律を作って実際の現実に出していくっていうことをねすごい考えられてるんだなと思って、もう選挙終わったんですけど、この方が今後どういうふうに発言をしていったりとか働きかけをしていくのかっていうのをね、山田太郎さんちょっと注目していこうかなと思いました。まあ、だから私が投票した人、結局私が投票した人は、まあ、当選されて、お二人とも当選されて、あと迷ってた人も当選されて、結構この人頑張ってほしいなと思ってた方は皆さん当選されてるんですね。だから、このあとどういうふうになっていくのか、国会中継とかまたマニアックに見ようかなと思っています。そしてですね、そのネットの力っていうのだと、あとさっきねちょっとお名前出しましたけど、やっぱり山本太郎さんすごいですよね。山本太郎さん今回比例代表で出られて、ご自分は3位、順番として3位っていうかなっていて、特別枠で2枠っていうことで、結局お二人当選されて、そのお二人の方がなって、で山本太郎さんはこの後の衆議院議員選挙に出るんじゃないかというふうに、まあ、党首となって、そうだから、票数、全体の得票数の 2% を令和新選組が取ったので、
政党要件を満たしたということで党首となって、まあ、今後やっていくことになるだろうということですね。あと N 国、 NHK を、え、 NHK から国民を守る党でしたっけ。 N 国さんの立花さんも当選されて N 国さんも党になりました。いやなんか本当すごいですよね。どうなっていくんでしょうね。で、今日はこんなのも買って、夕刊富士買って、まあ、たまたま帰りに通って目についたので買ってきたんですが、韓国戦慄とか書いてありますけど、あと9月に内閣改造で新しい内閣になるだろうということで、まあ、その予想が書かれているんですが、私が昨日言ってたように、あの防衛省ですね、防衛大臣は変えてほしいって私昨日言ってたんですけど、まあ、やっぱりそこは変えるんじゃないかというね、小野寺さんがまた再登場するんではないかみたいな予想が書かれています。はい、いやもう本当ね、韓国やばいですよね。韓国これからまあ選挙終わったんで、いろいろこう手を打っていったりとか出ていくと思います。で韓国とあと中国ですよね。中国なんかカンボジアと海軍基地の利用で合意、30年の契約かみたいなのがなんかね、密かに合意を結んでいたみたいな記事が今日出てますが、これはまたアメリカがね怒っちゃいますよね。ということで、8月は日韓の間でもこのどんどん多分ホワイト国外しっていうのが決まっていって、そこから輸出するものっていうのにいろんな、規制というか詳しいしっかりこう、調査しないと出しませんよみたいなことになっていくし、まあそれ以外のものももしかしたらいろいろ発動されるかもしれません。ビザ関係とか金融関、まあ金融はもうちょっと最終的な感じかなと思うんですけど、まあそういう感じでなかなか今までと同じような風にはいかないでしょうし、あとですね、皆さんあんまり気がついてないかもしれないんですけど、8月13日ですね、去年の8月にアメリカで法案が通ってるんですけど、NDAA っていう国防権限法 NDAA2019 っていうのが去年の8月に通っていてですね、で今年の8月13日の一つの区切りで、ファーウェイとか ZTE っていうのも今までもあるんですけど、5社との、まあ、いろいろ関わりっていうのはもっといろいろ変わっていくというか、もっと厳しくなっていくし、その5社だけじゃなくって多分2019年中にいろんな、分野14分野ぐらいあるんですけど、そこに対してもっともっと厳しくなっていくし、あとブラックリストっていうのかな、エンティティリストっていうのがあるんですけど、そのブラックリストに載っている企業とか団体とかと取引をしてはいけないみたいな風になって、結局それがアメリカだけではなくて、日本のような国もアメリカとの、そこの、まあ、そういうブラックリスト的なところに載っているところと関わりがあったりとか、仕事をしていたりとか、何か人の交流があったりとかすると、アメリカ政府との仕事っていうのが、まあ、できなくなるっていうことになるんですね。でこのブラックリスト、ブラックリストには実はなんかローマ字でヤクザっていうらしいんですけど、もう登録されてるらしいんですね。まあ、そんなこんなもあってですね、今日の8時から私の大好きなドSなさそり座の渡辺哲也さんが、あのフロントジャパン桜で今話題の吉本興業のことを、このアメリカ側の法律のことから切り込んで話すんじゃないかなって思っていますので、すごい楽しみにしてるんですけど、なんか本当いろいろ今までね、このルールでいけるだろうってやってたことがどんどんこう
いやそれはおかしいでしょっていう部分が表にさっと出ちゃうようになって、ネットで。でやっぱりこう昔ながらの感覚でやっているともう通用しなくなるっていうのが、まあ、ここに来てすごくどんどん出てきてるんじゃないかなって感じています。はい、じゃあ今日はこれぐらいにします。それではまた。